バーモント共和国は1777年にイギリスから独立して建国された共和国。アメリカ合衆国の14番目の州、バーモント州となった1791年まで存続した。1763年のパリ条約でフレンチ・インディアン戦争が終わりを告げ、バーモントの地はイギリスの領有するところとなった。その地域の一部は ニューヨーク植民地とニューハンプシャー植民地に支配されていた。これはニューハンプシャー植民地政府による裏書きのあるニューハンプシャー特権地とイギリスを常時3世がニューヨークの一部とする決定を行ったことのために所有権に関わる紛争が続いていたことによっていた。イーサン・アレンとその率いるグリーン・マウンテン・ボーイズが民兵組織となり、まずイギリスに対して反抗し、 次に、ニューヨーク植民地とニューハンプシャー植民地に対して反抗した。1775年のアメリカ独立、戦争開戦により、イギリス軍はもはや、バーモントを抑える力はなく、1776年にアメリカ合衆国の独立を宣言した13、植民地にとっても、イギリス軍との戦いを続けるためには、バーモントとの抗争を続けるよりも味方に引き入れた。 方が良作という見方をしていた。そのような情勢の下で、この地域の反乱軍が政府を作り、1777年1月15日に、ニューコネチカット共和国の独立を宣言したが、グリーンマウンテンズ共和国の名が広く知られていた、ことから、同年7月8日にす立ちしたばかりの国の名は、バーモントに公式に変更された。バーモント共和国初代知事、 トマス・チッテンデン・バーモント共和国憲法は、イライジャ・ウエストのウィンザー・朝川で1777年に寄贈され批准された。これは北アメリカでは最初の成分憲法であり、新世界で初めて奴隷制度を禁止し、所有資産によらず全ての成人男性に選挙権を認めた憲法でもあった。バーモント共和国が存続した間、政府は自らの貨幣を発行し、 郵便制度も機能させた。共和国議会と知事委員会はグリーンマウンテンボーイズ不評隊の旗を国旗に制定した。共和国知事トマス・チッテンデンは委員会と一員正議会の承認に基づきフランス、オランダ及びフィラデルフィアにあったアメリカ政府に対しを派遣した。バーモント共和国は気乗りしない共和国と言われることがある。というのも建国当初の住人の多くは アメリカ合衆国との政治的連帯を望んでいたからである。独立国としての状態はアメリカ合衆国が憲法を制定した後の1791年まで保たれ奴隷制を続けるケンタッキー州の大局に来る奴隷制のない州としてアメリカ合衆国に加入した。バーモントの加入は北部の小さな州や西部辺境に拡張する。 可能性が低く領有権の争いに執着していた、州によって支持された。トマス・チッテンレンは、共和国時代のほとんどをその主張として活動し、バーモント州初代知事にもなった。1793年バーモント州憲法は1777年、バーモント共和国憲法に、多少の修正を施して制定された。例えば三権分立である。 その後いくつかの修正が加えられ現在に至っている。1793バーモントコンスティテューション。ありがとうございます。